です。レモンピアノ中級 D メロ動画の今日は3になりますね。小説でいうと4から7小節の4つの小節ですね。右手左手そして両手で合わせる練習していきます。 D メロのですね1小節目から今日やる7小節目まで一度弾いてみます。では早速説明します。まず1番の親指でソですね。3番でこのドですね。ドを2回弾きます。はい。次に4、3、2の順番でドのシャープ、ド、ラのシャープです。ここまでいきましょう。はい、こうですね。もう一度いきます。次に2、1、そして2番と4番を同時です。これでラのシャープ、そして1番でソ、そして2番と4番同時でここのですねレのシャープとソ、ここちょっと親指をまたぐ感じですね。こうなります。こうですね。はい、ではここ通してゆっくり3回練習してみましょう。今度左手説明します。左手は、まず5番と1番でドのシャープとソのシャープ、こうですね。はい、次に今1番で弾いてるここのソのシャープありますよね。ここを5番を持ってきます。そして1番でレのシャープ、これを同時ですね。はい、そして次にですねまた5番と1番なんですがレのシャープとラのシャープ、ここですね。はい、次に3番と1番です。でソのシャープとド、こうなります。ではゆっくり3回弾いてみますね。はい、では今度両手でですね合わせる練習していきます。まず右手がソドドの時に左手が入ります。こうですね。次に右手が4番でドのシャープを弾く時に左手がソとレです。こうですね。で頭からいきます。では次いきますね。次に右手がもう一度2番の人差し指でラのシャープを弾くときに左手ですね。はい、そして右手が親指をまたいでレとソのシャープですね、弾くときに左手は3番と1番でこうなります。ではこの5小節目だけいきますね。いきますね。はい、ではここですね通してゆっくり3回練習してみましょう。
っては次のパート6、7小節出してみます。はい、ここですね、実はもう前回やったですね、2、3小節と全く一緒です。ここでのポイントですね、ここはですね、5小節目のところになります。5小節目で右手がラーソー、そしてこの親指をまたいでレのシャープとソのシャープを弾くところ、ここですね、こうグッとこう中の方に寄せて弾くと思って練習してみてください。4小節目から7小節目までですね、ゆっくり3回練習してみましょう。今日やったパート弾けたという方、分かりやすかったという方はグッドボタンで教えてください。そして分かりにくかった、弾けなかったという方はバッドボタンでですね教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。